はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側デモゴルゴン使ってプレイしていきたいと思います。すげえとこからスタートした。今日はこのデモゴルゴンのアドオンで、バージョン 4.7.0 で地味に強化された真鍮のライターってやつをね、使っていきたいと思います。真鍮のライターっていうのはポータルの影響下にいる生存者が目くらまし状態になって、で、そのポータルから離れてもその目くらましの効果が1分間続くよというね、そんな感じの目くらましっていうのはなんか他生存者のオーラが見えなくなる状態だね。あ、キラーとかもそうだけどオーラが見えなくなる状態だね。はい、いますね。惜しい。はい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 、はいよ。だからフックに吊るされてる生存者が見えなかったり、這いずり状態の生存者が見えなかったりとか、絆とか持ってきてても見えなかったりとかね。壊された。早い。はいよ。とりあえず1人この人ハイズルにしときまーす。モニョモニョモニョ。あの生存者は他の生存者から今見えてません。ぬぬ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 。そんな感じで全員ハイズルにしていこうかなと。全員ハイズルにできたらこの勝ちだな。はい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 。よし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 。あ、起こした。はいよー。ここは分かりづれだろうな。よしよしよし。ここは分かりづれだろう。はいよー。みょいーん。ポータルの影響下にあるっていうのは、おわ、くそ。あのね、あの黄色い状態、要は1回ワープした状態のポータルのことを言うんで、はいはいはい、ああやっとかなきゃダメなんだよね。はいよー。1回は飛んでおかないとダメなんだよね。よし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 。はいよ。はい、レッドハートだったね。オッケー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 。はい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 。どこかな？いますね。やべ、壊してるかもしんねえ。こんにゃろー、こんにゃろー。第3の封印壊れちゃったな。これで結構見つかりやすくなっちゃってるかも。まずいな。一応ノックアウトの効果もあるから、一応バレにくくはなってるんだけど、近くに行ったらバレちゃうね。はい、オッケー。あと一人です、あと一人です。あれ、これ強すぎてあっという間に終わっちゃうんじゃない、これ。はい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 、いた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 。よいしょ。あのね、ちょっとこれ分かりづらいかもしれないんだけど、この生存者たちみんな分かんないんだよね、どこでダウンしてるかっていうの。本来だったらダウンしてる生存者ってみんな真っ先に助けに行くと思うんだけど、今ね、ダウンしてる生存者が分かんないんだよね。ポータル踏んでても分かんなくなるし、まあ、第3の封印が消えたから、一応第3の封印の効果はなくなってるんだけれど、まあ、ノックアウトとかの効果もあるんで、近くに行くまで分かんないんだよね。だから多分今このデビキンは必死に仲間探してると思う。どこでダウンしてんだよっつって。よしよしよし。おほほほ、起こしましたね。オッケーオッケーオッケー。頑張って走って逃げた先で見つけるしかない。命のリレーが始まりました。命のリレーが始まりました。はいよ。はい、オッケー。あれ、これあっという間に終わったな。これ大丈夫、尺大丈夫、これ尺大丈夫かな。これ強すぎるぞ、この構成。
ネタかと思いきや意外と強い。あ、起き上がった。デビキンが、嘘だろ、あいつ不滅持ってた。マジか、楽しませてくれるじゃないか。はい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 。あ、こっちには来てないね。はいよ、はい、オッケー、助け来ましたね。はい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 。で、通常ノックアウトの効果をフルに使うには通常攻撃でダウンさせなきゃいけないから、だから俺今回シュレッド使ってないんだよね。あ、起こしてる、やるじゃねえか。はい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 、はい、さあこれ探すの大変だよ。え、ダウン、今ね第3の封印が消えてるからダウンしてる人同士は見れるんだけど、はいよ、起き上がってる人はダウンしてる人見つけるのがすごい大変だと思う。さあさあ、じゃあ壊しよっか。はいよ、まあ、パークの説明多分編集で付け加えてると思うんだけど、そう、生存者ってダウンしてる生存者を、無条件で見ることができるじゃないですか。でもそれも俺のパークの効果とアドオンの効果で見えないようにしてて、おおおおおおお、だから起き上がってる人、起き上がってる人は見えないんだけど、ダウンしてる人同士は多分ダウンしてる人同士の姿が見えるから、はい、オッケー、よっしゃー、勝ちましたね。これどうしよう、あまりにもあっけなさすぎてもな、ちょっと動画化するのちょっとどうしようかな。よし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 、はい、まあてな感じで今回はバージョン 4.7.0 で、強化の入った真鍮のライターを使って、まあ、あの這いずり放置デモゴルゴンやろうと思ったんだけど、まあ、真鍮のライターの効果か、第3の封印なのかノックアウトなのか分かんないんだけど、とにかく何らか、何らかの、あの効果で見えなくなってて、こうやって起こすのに時間かかってましたね。すごい自力起きしたぞこれ。あ、自力起きじゃねえこの人、脱出だ。おお、すごいすごいすごい、不滅、起こした、不滅解放決死の一撃っていう、俺のこの企画にすごいメタ構成できてましたね。よいしょ、はいはい、ええよ、はい、オッケー、どうしようこの人もストライクだったら、じゃなかったよかった、はい、いるかな、いるね、よいしょ、はい、まあ、この真鍮のライターで1分間目くらましになってたのか、第3の封印で目くらましになってたのか、ノックアウトで目くらましになってたのか、まあ、何らかで目くらましになったのは間違いないんだけど、まあ、この構成で来るともう生存者はもう味方の位置が全く判断できない、どこにいるかわからないと、絆とか共感とか血族とかも完全無効化するし、ハイズル状態の生存者も見えないし、フックに通した状態の生存者も見えなくなるので、まあ、とにかくもう本当に味方の位置が完全に分かんなくなるんで、まあこうやって這いずり放置しても起こされないと、うん、もちろん近くに行けばね、その姿が消えてるわけじゃないからオーラは見えなくなるんだけれども、その実体が消えてるわけではないから、目視すればね、直接目視すれば、まあ、生存者起こすことができるんだけど、まあ、それをするためにはマップ中駆け巡らなくちゃいけなくて、まあ、大変だよっていうねことで、いや全員這いずりできましたね。ただ不滅解放決死の一撃はめちゃくちゃきつかったな。いやいやいや、まあ、そんな感じです。あ、強いね、強い強いこの人。
いや、これ生存者ポイント美味しくないな、かわいそうだなこれな。そう、これねポイントは美味しくないんでね、はい、たまにネタでやる分にはいいんだけど、これあの評価も多分高くないんじゃない、エンブレムの評価も。だね、うん、完全勝利しましたけれども、あのこれ米粒もあんまもらえないし、あの点数も美味しくないので、そうだね、うん、たまにやるぐらいがおすすめです。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。